はい、政務活動調査報告ビデオでございます。こちらはですね、本町3丁目の交差点といいます。向こう側が四季駅東口側、そして逆方向がですね、浦和方面ということでございます。こちらの横のラインが昭和新道と呼ばれる道で、こちらが中央通り停車場線、本町通りと言われているところでございます。そこが交差したところ、本町3丁目でございますが、いつもですね、朝になりますとこちらの横断歩道をですね、学生さんが、大量にこの通学の時間に、通るということで、こちらの浦和方面から四季方面に向かう車がですね、左折ができなくなるということです。浦和方面にですね、渋滞の列がひどくなってしまうというようなお話を伺っておりました。そこで、当初はですね、ここを、スクランブル交差点にできないかというような市会議員さんからの提案もございましたので、その要望もさせていただいたんですが、朝霞警察署の方で、調査をしたところ、ここを、スクランブル交差点にしてしまうと、どうしてもですね、両側ともちょっと渋滞に、なってしまうということで、三段方式になってしまいますから、その分待たされてしまって、要するにもう全てのところが渋滞になってしまうということになりましたので、その結果、朝霞警察署の方で考えていただいたのは、こちらの、今歩行者信号、ちょっと点滅しておりますけど、先に赤に なりまして、先に赤になって、時間を置いてその間にこの左折車両が通り、後から今赤信号になりますが、車両の方の信号が赤信号になるということでございます。現在昼間はですね、この差が約8秒ちょっとあります。それをですね、朝方は交通量を勘案してちゃんとコンピューターで制御できるそうなんですが、朝方はですね、ここの信号が赤になってから6秒からさらに 8から5を足して5秒分長くしてですね、6秒から13秒の間でコントロールできるようなシステムに変えました。ですから朝はですね、ここ一生懸命、学生さんが通って赤になっても、その後最大で13秒間は車が浦和方面から四季方面で左折できるという仕組みに5月の上旬から変わりました。このことによってですね、少し渋滞の緩和ができているというふうに伺っております。本町3丁目の交差点、この歩行者用信号とこの車両信号の時間差によって渋滞を解消するという取り組みの報告でございました。以上でございます。